今日は、どんな環境で撮影してんですかという質問があったんで、ちょっと撮ってみます。まあ、一応今セッティングしたとこなんですけど、まあそんなに広い台所ではないです。でまあこんなところにモニターを置きまして、カメラはなんかアームでこういうカメラを使ってます。これちょっとあのアウトドア用の防水のなんか、水深20メートルまで撮れるとかいう、今はもう離婚になっちゃいましたけど、当時オリンパスっていう会社のカメラです。でライトもこういうふうにアームでこういうところにくっつけまして、片方はレンジのフードに固定して使ってます。で物を切ったりするときなんかは、いちいちこのカメラ、このカメラを移動するのめんどくさいので、こんなところにまな板をこういうふうに乗っけて取っちゃってます。たまに気づいてる方もいるかもしれないですが、切ってるとカタ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 って結構うるさい音がしたりします。ついでにね、私がいつも使ってる包丁についてもちょっとお問い合わせあったんですが、まあ、最近気に入って使ってるのはこの味噌の牛刀ですね。UX10 っていうやつの 27cm、 ちょっと長いんですが結構これを気に入って使ってます。切れ味はすごいいいですね。ちょっと前まではこの広明っていう和牛刀ですね、こう鋼のものをちょっと錆びやすいやつなんですが、これをよく使ってました。でお魚作るときなんかは、まあ出刃は普通の出刃包丁と、まあ小出刃、ちょっとこれ安いやつなんですけどね、こういう小出刃を使ったり、刺身引くときなんかはこういう、これももともと24センチあったんですけども、今20センチぐらいになっちゃいました。こういう柳刃と、まあこんなんですね、ちょっと長いですけど、尺1、31センチの本焼きの柳刃を使ったりしてます。まあいずれにしてもどんな包丁を使っても、ちゃんと研いでね、切れ味をよく保ってあげないと美味しい料理できませんので。あと野菜の時なんかはこのなきり包丁ですね、こういうの使ってたりします。かつらむきなんかはこれ結構いいですね。これもそんなに高い包丁じゃないです。高かったのはこいつぐらいですかね。こいつとまあ中堅クラスがこの味噌さん、まあ、金額はいずれにしてもどうでもちゃんと研いであれば普通に料理できますから、手入れだけちゃんとしておけばいいと思います。次にあとまな板ね。まな板は普段撮影用に使ってるのはこのヒノキのまな板ですけど、まあこれ3000円ぐらいの安いやつですね。あと魚さばくときはこっちに見えてる、白木屋さんの猫柳のまな板、こいつは多分今買うと6万ぐらいしちゃうんじゃないかな。だから最近めったに使ってないです。普段は家で使ってるやつなんかは同じヒノキですけど、こんなもう汚い汚れちゃった見栄えのあんまりよろしくないまな板使ってたりします。まあ、あと魚の下処理の時なんかもね、こういうまな板使って、最後の刺身の時はこっちの猫柳とか下の綺麗なまな板使ってたりします。まあ、最近はね、合板とかプラスチックでもいいやつが出てきてますんで、木のまな板って買う機会は少なくなってると思いますけど、やっぱ木のまな板はね、特に鋼の包丁使う時は木のまな板の方が刃渡りが良くて、要するに刃こぼれしにくいんですね。で
り普通のこんなステンレスの包丁だったらプラスチックでも何でもいいんですけど、こんな刃こぼれってあんまり気にならないですけど、こういう鋼の包丁を使ったりすると硬いまな板だと刃こぼれしたりとか、ね、すぐ切れなくなったりしますので、まあ鋼使うんだったら木のまな板をおすすめします。あ、エストラマーでしたっけ、最近の。ああいうやつでもなんかいいらしいですね。使ったことないですけど、まあそんなわけで、これからもゆるゆるとやっていきますんで、皆様よろしくお願いいたします。